登別は当時北海道最大と言われた温泉地である。ここの温泉は傷によく効いたため、日清日露戦争後は第七師団傷病者による療養地に指定された。気持ちいい。入れ替わる。二階堂一等卒に宇佐美上等兵。今日着いたのか。菊田特務総長殿。お怪我の経過はいかがでありますか。ほう、鶴見中尉殿が俺の様子を気にされて貴様をよこしたのだな。やはり俺の合流による戦力強化を相当期待しているようだな。ところで聞いたか、有子一等卒の変な話。どんな。昨日の夜、ここよりもっと山の奥の温泉で妙な男に会ったそうだ。真っ暗な雪山を明かりもつけずに下駄で逃げていったらしい。変な話だろう。金玉が左右入れ替わる。真っ暗な雪山で下駄を履く人間。冬でも雪下駄というのがありますし、暗闇を逃げていったとて目が慣れてただけかもしれないし、一体それのどこが変な話なんですか。たく、僕は忙しいんだ。本人からも聞いたらいいな。あ、有子一等卒、下駄の音がしたんですが、雪に残された足跡が下駄ではなかった、わら長靴の足跡でした。で、何をそんなに怪しんでいるんだ。ほら、他にもあっただろう。有子、着ていた服が気になったんです。妙な柄の服で。どんな。それがよく見えなくて、何と言えばいいのか。あんたら戦争終わってからずっとここでのんびりしてたからボケたんだ。こらこら二階堂。